はいどうも、太田です。山田ハウスの動画見てもらったらわかる通り、僕失神しちゃいまして、それ以降もね、後頭部と腰と心臓がなんかね、ズキズキする感じで、ちょっと時間経てば治るだろうと思ってね、一週間ぐらいね、今経過しまして、で、さっき山田と喋ってたら、なんか頭とか怪我した後、1から2週間で急にパタリと死ぬっていう脳に腫瘍ができて、それがなんか爆発してかなんか知らんけど、1週間か2週間でパタリと死ぬというね、怖い話を聞きまして、ちょうど1週間経ってて、今これ撮ってる時が、パタリと死ぬなら今週ということでね、さすがにね、24歳、国民健康保険未加入、太田、病院に行きます。ビビらせてきたんすよ、山田が。もうそんな話聞いてさ、やばい、起きたら死んでるかもしれないと思いながら、生きるのもちょっと辛いんで、病院に行きます。でね、今深夜なんすよ。深夜の2時くらいにこの動画撮ってて、朝まで生きてるかどうか不安なんですよ。なんで今回の動画はね、太田は脳に何も後遺症を持ってないのかと、国民健康保険未加入の男、病院に行って10割病院代負担したらいくらになるのかという検証動画でございます。国民健康保険っていうのはね、若い子たち知らないかもしれませんけど、病院とかに行く際に保険証を持ってたら負担が3割になるというね、保険でして、僕なんでそれに入ってないかというと、高いのよ。もう僕たち YouTuber という職業ですから、それなりにね、高いんですよ。払いたくても払えないっていうのが現状でして、まあそれくらいならね、大きな事故とかした時に全額負担するくらい貯金しとこうっていうのが僕の考え方なんですけど、ついに大きな事故が起きてしまいました。正直ね、山田があんな怖い話してこなかったらね、今回も行かない予定だったんですけど、もう行くしかねえということでね。そうだからね、なんで僕がコロナかからないかって言うとね、絶対病院に行けないからかかれないんですよ。ということで、ここで豆知識一つ、毎朝 R1 を1本飲むと5年は風邪ひかないということで、病院明日の朝生きてたら行ってきます。はい、ということで朝になりました。怖すぎて一睡もできませんでした。もう朝になるまでね、ネットフリックスでオーバーロードというアニメをね見てたんですけど、全話見てしまいましたね。めちゃくちゃ面白くなかったです。 SAO とか好みじゃないんで、あんまり面白くなかったですね。ようわからんかった。ということで今から病院の方行ってきます。入っていきます。すいません、1週間前くらい階段で転んで頭打って、大丈夫かなと思って。アステンションないんすよ。はい、こんにちは。1週間ほど前に階段から滑りまして、その時に後頭部をめちゃ強く打ってしまって、そこで失神してしまって、友達曰く痙攣してたらしいんですよ。それで何日か様子見て、結構いつも通りだったんですけど、なんか出血とかしてたら1週間ぐらいで死ぬみたいな話も調べたら出てきて、ちょっと怖くなってきました。わかりました。で、その階段をね、落ちた時っていうのは足を滑らせたんですか？はい。何段ぐらい落ちたんですか？13段くらいあって、もうてっぺんから下まで。はい。大変でしたね。はい、で、怪我はなかったんです？怪我はですね、なんか打撲みたいな感じなんですかね。腰と足と左腕がずっと痛かったんですけど、今は。頭は怪我なかったんです？頭、なんか、わかりますかね。ここら辺に3個部ができてたんですよ、前までは。はい。わかりました。ちょっと僕、出血とかしなかったんですよ、頭は。出血はしなかったです。しなかったですか？わかりました。で、それで意識なくしてて、どのぐらいで意識が戻りました？救急車でも運ばれなかったんですね。そのずっと倒れてたわけじゃないです。はい。すぐに意識が戻りました。すぐ戻りました。で、それから立ち上がれたんです？立ち上がったんですよ。立ち上がって、で、まっすぐ歩こうとしたら、なんかまっすぐ歩けんくて斜めに行っちゃって、また転んでみたいなんで、ちょっと20分くらい横になって、座って落ち着いて、やっと大丈夫になりました。そこから家に帰ったんです。はい。で、次の日からは普通に生活はできてたんです？次の日からできてました。食事も今食べてますか？はい。吐いたりとかもしてないですかね？はい、手足はちゃんと動きます？はい。今まで何か大きなご病気とかはありますか？病気はないです。病気はない。はい。今日はどうですか？ご気分悪くないです？今日は気分いいです。いいですか？はい。頭も痛くないですか？はい、多分なんかその話を聞いた時はなんか怖くなってクラクラしてる気がするみたいな思ったんですけど、多分気のせいな気がします。それは夜だったんです？あ、はい、夜でした。今まで頭とか調べたことってあります？一回もないです。はい、もし今後そんな風になったら、もやっぱりその時にね、はい、すぐに見た方がいいですもんね。そうですよね。じゃあお呼びしますからね。はい、お待ちになっててください。わかりました。ここに頭を、どのあたりです？打ったの？ここら辺です。あ、わかりました。はい、じゃあ上に。で、この白いところ、これは骨です。頭蓋骨で、この頭蓋骨で囲まれたこのグレーのところね、これが脳なんですよ。で、ここがね、小脳というところね、これ脳幹、これが側頭部ですけど、はい、こうやって見ていってもね、今回の階段から落ちたことによる外傷性の変化っていうのは
何もありませんでした。よかったです。お異常なし、助かりました、ね、そんな階段から落ちて本当よくもご無事で、ね、全然傷ついてなかったです。大丈夫でした。頭蓋骨の方も特に問題はない、大丈夫です。だからもうこの先なんかどうかなることはないです。ご安心ください。大丈夫です、助かりました、うん、でももしまた今度なった時にはもうすぐ病院行った方がいいですよ。そんなね、そうですね、これ僕の骸骨ですか。そうですよ。こんな顔してですか。こんなんなんですよ。知らん人かと思ってます。はい、ということで帰ってきました。お前が、はい、小バエの卵がね、部屋中にたくさんあってめちゃくちゃ生まれてるんで、音声の方を聞いてもらったら分かる通り、僕の頭は無傷でした。いや、俺の頭強すぎだろ。審査受けるまではね、あ、もうこれ脳出血してて、もうあと2時間しか持たねえわ命と思ってたんですけど、ただの錯覚で余裕でピンピン生きてます。ご心配をおかけしました、申し訳ございません。ということで、皆様が気になってると思う国民健康保険未加入男が脳の CT 検査と診察受けた場合請求されるお値段が、んたか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 たん、17,000円。高すぎんだろ、一回の病院17,000円って。てか、なんならもっとすると思って、俺財布に9万円入れていったわ。しかも看護師さんから、健康保険証内なら3万円くらいしますけど大丈夫ですかって言われたのに、17,000円でいいんですか、安い審査にしてくれたのかな。で、国民健康保険に入ってた場合、お支払いのお値段が3割なので5100円。ということでね、高えな。まあね、高いと思う方もね、いらっしゃると思いますけど、まあ僕ね、病院年に行っても1、2回ということで、まあ僕がね、健康保険に入ってた場合、普通の会社員とは違うので、50万60万払わないといけないので、年に、まあそれに比べたら全然。けどね、俺も払わんどこうと思ってる視聴者の方ね、この動画見ておるかもしれませんけど、もし当たりどころが悪くて、例えば1週間入院とかしたら、もう40万や50万や軽くね超えますんで、結果的にはもしものことがあった場合、多額の請求されるから、貯金するよりも国民健康保険払った方がお得ということで、うちのメンバーね、サホと太田、国民健康保険入ってなくて7年くらい放置してる虫歯があります。なんでね、良い子の皆さんはちゃんと入って、少しでも風邪かなと思った場合はね、病院に行って早期発見してください。ということで、今回の検証結果、太田の脳は無傷、国民健康保険未加入男、17,000円負け。